エルンスト・トラーは、ドイツの劇作家。プロイセン王国ポーゼン県ザモチンで生まれた。穀物卸売業を営む、ユダヤ人一家であり、イディッシュ語で育つ。フランスのグルノーブル大学に通っていたが、1914年に第一次世界大戦が勃発、ドイツ軍に志願するため帰国した。従軍中に、西部戦線で負傷して退く。療養中に、 ミュンヘン大学やハイデルベルク大学に通い始め、哲学や法を学ぶ。従軍体験から平和主義へと転向し、戦時中にハイデルベルクで反戦運動を旗揚げした。独立社会民主党に入党。1919年に発表した革命をテーマとする戯曲、天変はベルリンの劇場で初演され、賞賛を浴びた。同年、 ドイツ革命にこうして、トラーは、グスタフ・ランダウアーや、エーリッヒ・ミューザ村と共に、バイエルン地域で革命を起こし、バイエルンでいて共和国の建国を宣言、内閣を発足させ、主犯に就任したが、瞬く間に、トラー革命政権は瓦解した。トラーは、雲隠れしていたが関係に捕獲され、国家転覆の角により起訴された。裁判で、マックス・ベイバー、トーマス・マン、 ロマンドランの単元もあって大幅に減刑された上で、禁錮5年の判決を言い渡される。その後、シュターデルハイム刑務所に収監された。獄中で、群衆イコール人間、機械破壊者、ドイツ男ヒンケマンといった、様々な儀曲を書き下ろす。トラーの傑作の多くはこの頃に書かれたものが多く、ドイツ表現主義儀曲の騎士とみなされた。時を同じくして、機械破壊者や、 ドイツ男ヒンケマンは、ベルリン、ライプツヒ、ミュンヘンの劇場で、多くの役者を集めて上演された。出国後の1927年に儀曲、ドツ恋をイ,イラは生きている、を発表して、大いに反響を呼んだ。早くからナチス批判の急先鋒だったが、1933年に、ナチスが政権を獲得したことから英国を経て、米国に亡命した。はじめハリウッドへ、 それからニューヨークに赴き、様々な作品を発表してゆくが、ドイツに残した家族が強制収容所に入れられたことに衝撃を受け、1939年にマンハッタンのホテルの一室で首吊り自殺を遂げた。ありがとうございます。